起動します。この番組はこの家で初めてゴキブリが出た鈴木太夫と<え>いつでもゴキブリが出そうな家に住んでる人とお送りする雑談<い>ポッドキャストです。こんだけねえだろ栗田卓見です。誰がゴキブリがいつでも出る部屋にまあ出るけどどんぐらいの頻度で出るゴキブリいやいやでもたまにだよ。たまに。 この間というか先月まあテレビ見てたんですよ上にすごい違和感を感じてあれと思ってんかちょっとこう若干視線に入っ天井がね入ってるんですけどパッて見たらもうね見たことないサイズの字でかさがめっちゃでかかったのよボスみたいなやつが出てきて。 やっぱゴキブリ見ると一番最初ってみんなそうだと思うんだけどフリーズするんででも俺はああゴキブリだと思ったんだけどサイズでかすぎて見たことなかったからどんぐらいのサイズどんらいだろうもうこんな普通がハッピーターンぐらいやんサイズ感的にそれでもでかいかもう全然全然もうハッピーターンよりでかい でかいよ言ったらバカウケよりでかいあのやばいよバカウケよりでかいってあのパイなんだっけあれ<へ>、えー、お菓子でいうとこのあのパイパイパイのみパイのみちっちゃいゃパイのみじゃないあれパイじゃないわなんだっけあのチョコレートのやつえっチョコレートのやつって何何しっけあれアルフォートじゃ,ああトじゃない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 あの小放送され小放送されてるわされてるけどうん もう名前が出てこなかった。何よチョコレートあれ。幅広すぎ。もうちょっと絞ってくれないか。<laughs> あの何ていうのあのこうチョコでコーティングされてるスポンジのやつ何、うん、だっけ名前あれ。チョコパイ。チョコパイ。は？チョコパイ。なんだお前チョコパイって名前が出ないって。出で <laughs> パイまで出てたじゃん。パイの前が出ないで <laughs>。チョコってずっと言ってたじゃん。チョコで。 いや、ごめん。パイまで出て、チョコが出てて、なんでチョコパイ出ないん。お前そんな、なんかスタンダードな名前っていうのが、一瞬飛んでしまいました <laughs> <laughs> なんちゃらパイだと思。だチョコパイのサイズって、お前やばいよ。いや、チョコパイの、うん、あの、あの円じゃないよ。あれ、なでの、長さ的に。<laughs> あ直径。直径的な。直径、チョコパイとバカウケどっこいだろ バカ結構でかいでかいかあじゃあまあそんくらいですよバカウキぐらいまあでも言ったらバカウキぐらいでかいでかいでかかったのよバカウキがもうタガメよりでかいじゃんだってあっそうだからタガメよりちょっとあるかなぐらいだったのもうやばい本当にやばいやばくてでまああの G をね殺す殺すというか駆除するものってあのスプレーあるじゃないですかはははいいいあれなかったんですうちにあまあまあまあ切らしてるというかうんやっぱ使うタイミングもないからあんまりないもんねそう どうしようと思ってまあ一応そのハエとかを倒す用のはい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 別のスプレー絶対弱いけどねゴキブリには恐らく効かないだろうでも一応かけるだけかけようと思って天井だからもうかけるしかないって落ちてくんじゃんだってでかけたんですよ一応その体勢整えてそしたら俺も落ちてくるって予想したんだけど飛んだのよう飛んで向かってきたのう その時初めて人生で一番大きい声出たね「うわ!」ってなって一人で「やばいよお前」夜よもう普通に「うわ!」ってなって「うわ!」ってもう体動かしてくっつかないうにくっつかないに逃げてで変なとこに止まったからそういうのスプレーかけてでもう結局隠れたんだよええいや聞かなかったの要は普通に動いてたからこれどうしようと思ってもうこれ物を溶かさないといけないじゃんって でもだいたいスプレーをかけたら、まあ弱あるよね。弱るし、なんかどっかのタイミングで出てくるんですよ、うん。はいはいなんなかの表示で、だから一応かけるだけかとこと思って、入ってそうな、でかつゴキブレやっぱ動き早すぎるから移動早いのよ。だからそこに隠れてももうそこにいないんだよね。もうちょっと先にいるからそこ予測してそこかけて。出てきて。でやっぱ地面。 にいたんで出てきた時って、うん、よりやっぱでかいっていうか天井と距離あったんですけどマジか眠ると相当でかいと思っ、うんうん、だってま前バカウケサイズのゴキブリってもうゴキブリホイホイ入んなくないブラックキャップとか入んないじゃんもう <laughs> いやブラックキャップは多分入んないと思うよまあ盛りすぎじゃないさすがにいやいや持ってない持ってないじゃなくてほにでかかったの<前>俺だってカブトムシだと思ったもんやばいよそのサイズ本当にあの角がないカブトムシだと思った、うん、でかいサイズのうん それでやばいと思って出てきたと思ってもうこれをしとめるしかねえなと思っていろいろ叩くものとかを用意したんですけどいやでもこれ無理だなと叩いてももしかしたら逃げられたらまた移動させられるから移動させられるって移動するからあのコロ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 ってあるじゃないですかそうですあれで行くしかねえと思ってええベリベリベリって行くってこと そうだってあれでもあれをやったらもう絶対に捕まえられるから。<laughs> でスプレーかけながらやったんですよもう。でまあ一応しとめたんですよしとめたんですけどなんかねあの羽根側じゃないですかそれはだから足動いてんのでそれをまあ丸あの取ってね手でそのコロコロのあれじゃないですか取れるじゃないですか切れ目ね。ってて丸めて 握りつぶしてでゴミ箱にしてたとい,うすごい、ね、そういう一連まあそれ最近あったねやばいわやばいよそれ本当にでもそんなのがさ、うん、2>, 2月に1回とかある三いやワンシーズン1回ぐらいいやワンシーズン1回だね本当にきついねだいぶきついよいやまあゴキブリは出るねでも確かにマジかよ汚くねえよまあブラックキャップも置いてますからい至る所に。 何を隠そうねさっきも言ったんですけど僕の家にも初めて出たああもう住んでから初今まで出たことなくて全然出ないなみたいなブラックキャップも置いてないのだからやっぱブラックキャップとかって結局ゴキブリが好きなエサが入ってるから出やすくはなっちゃうんだよけどその代り そいつが餌を食べて、それを。あの自分の巣に持ち帰ったら、巣ごと。消滅できるっていう良さはある。うん、そうだよね。だ、本当は自分ちに置くんじゃなくて、自分ちの周りに置くのが一番いいんだけど、まあ、それ良くないじゃん。そうですね。でも、うちには出てこなかったから、ずっと、まあ、そもそもじゃ、置く必要もない。そう、あのバルさん。煙のやつを定期的に炊いてたの。はいはいはい。だから、全然出なかったんだけど。 この間ふとね<う>編集してたの動画の編集をパソコンでカタカタカタっつってやってて、うんうん、で妻もいたんですけどそしたらあのーまあ、さっきのクリタクじゃないですけど<ー>その僕ん家のパソコンって壁際にもうぴったりあるんですけどその椅子座ってたら、うん、あの右側が壁になってるんですけどその右側になんかこう。はいはいはい て動く感じがあったの。でフッて振り返ったの壁が動くなんてことないわけじゃないないですありえないですね。でも壁で何か動いてる感じがしたのフッて見たらゴキブリがいたわけ出てきたとついでもねちっちゃかったのんか大人のゴキブリって感じじゃなくてちょっと子の。うの成長しきれてないそうちっちゃいゴキブリがでもゴキブリこれは確実にゴキブリだという感じのがいて。 もうすぐ椅子からどいて「うんうん、うわっ!」つって「無理ゅうだ!」っつって <laughs> でもうその自分のパソコンの近くにいる、うん、もう今の僕にとってパソコンは商売道具みたいなとこあるからはいはい、はい、まあそうですねその自分のすぐテリトリーなわけはい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 デスク周り聖域だよね本当にそう、うん <laughs> いや本当にそうっていわく言われても本当に正義にゴキブリが現れたってことがもうショックでああ最悪だよね気持ち悪いっていうそのショック普段だったらその気持ち悪さと言ったらまあ怖さというかさこいつを仕留めなきゃいけないっていう気持ちが相まってさこう感情ぐっちゃぐちゃになるじゃんはいけどもなんか どちらかというとう怒怒り、うん、<laughs> 怒りが出てきた聖域に踏み込んできたこいつはとやってくれたなっていう気持ちが強くて今まではさっきの栗タクみたいな感じでスプレーとかかけて弱らせてみたいなことをやってきましたあの前に一人暮らししてた時は。でももう自分大人になったのかなって感じたんだけどその怒りで実際に口に出して言ってたんだけど。 こいつはゴキブリじゃないって。<laughs> いや、口に出すなよ。<laughs> お前ゴキブリじゃないって言って。自分の頭に。思い込ませて、<laughs> <も>そのゴキブリだと思ったら。<laughs> 確かにね。そう、九条億劫になってしまう,う,んうん、うん。いだよ、ね、びってしまう,うん、うん。けど、お前ゴキブリじゃないって、うん。もう言ったんだ。自分の、もう自分の言霊でうん、うん。自分を洗脳して。ティッシュ。二枚ぐらい、ばばって取って、うん。 壁バーンって <laughs> で手でガンつぶしてゴミ箱にバーン捨て言ったの <laughs> あのゴキブリをそうすごない,い<や>ノースプレーそれ,それすごいねノースプレーティッシュでゴキブリ行ったことあるいやないねティッシュが噛んでても手に、うん、なかなかきついもんねやっぱゴキブリはでももう俺完全に自己暗示に成功した、うん、すごいねそれ ゴキブリ出ちゃった時にゴキブリじゃないってお前はゴキブリじゃないって <laughs> 言,言わなきゃダメよこれいや大きさが勝るってやっぱい,やい,やいけるいけるいけるいや,いや怖いよそれもうねさすがに、うん、<laughs> あのいやまあするでしょうねそれはね爆笑してたし何かちょっと何か惚れ直してた、うんうん なるほもう勇敢な姿を見せたみたいなねもう害虫を駆除したみたいな今まではさやっぱ一緒にビビってたからうわーとか言ってたからもういやすごいねそれはそういう勇敢エピソードだね怒りってね人を強くする確かにエネルギーになってるね完全にねマジで栗田君も正直その赤受けサイズのが出た時に同じことができるかどうかは分からないけどまあちょっと 自己暗示でっじゃあ洗脳作戦で行ってみるかちょっと行ってみてほしい、うん、で俺はもうゴキブリ出た次の日の朝にすぐバルさん買ってきて煙たきましたけどねああなるほどねもう絶対もう出させまいとそうだよねでちなみにこれ調べたんですけど、うんうん、バルさんとかその煙タイプで部屋一面をさあの外出とかしてる間に2時間ぐらいやってくやつあるじゃんああいうのって 回セットなんだっそう1回やってで2週間ぐらいしてからもう1回やるんだってマジかいやゴキブリってやっぱ繁殖力高いじゃんだからその卵とか自分が死ぬってなったら産んだりするんだってすごい瀬戸際でねすごい生き物だからしかもその卵ってもうコンクリート張りに硬いんだってえ だからそれが羽化するまでにしかも時間意外と早いからだから23週間ぐらい経ってからもう一回やるとその羽化しそうになってるやつとかが死滅できるうん、うん、あなるほどねから当分でなくなるっていうのがあるらしいからちょっとまたいや確かにそれちょっとかけないとダメだねそろそろバルサンタこうかなとたくしかないね皆さんもあのー ゴキブリ出たら絶対に何をするにもビビるよりもまず自分を騙す。まずやることはね、うん。それができるようになったら、うん、ぜひコメントにね、はいうん。仲間として勇敢な戦士として僕らと、はい、まだクリティック違うけど。いやちょうどね。ちょっとまあ僕は次の機会にやるしかないから。はい、一緒に仲間になりましょう。はいということで今回もやっていきましょう。ワニカリのうんともすんともポッドキャスト。 改めまして鈴木でですすこの間ねふと休みの日があって妻と一緒にね休める時間があってふとどっか出かけようって思った時にまあ言うて東京都内って結構いろいろ観光地というかいわゆるデートスポット的なところってままあいろんなとこ行ってきしたまあそうだよね。 大体ね、うん、もう何年もね一緒にいるわけだから、ね、有名なところはもういろいろ行きましたでなんかもうどこに行こうかなって迷ってた時に妻があのー、もうマップを東京都のマップ出してもうその指で目つぶってもらって指で、あのー、指したところに行こう。 おお、いいね、いいね。いいはじ、面白いね、それね。だから、あれだよね。所さんみたいな。ああ、そうそう、そうそう、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 そう。感じで。やったんですよ。そしたら、あの、立川。おお、いう、結構の距離あるね。国分寺の先とか。ねそうだね、そうだね。荻窪とか、あっちの方の。中央線の。立川が出たんですよ。確かに行ったことない立川と思って。じゃ、行ってみようってなったんです。 その日早々に準備してで立川まあ言うて時間かかるから行くのにね準備して向かったんですけどんかやっぱりこういうある意味企画じゃないですけど普段やらないことをやってる日っていうのは何か起こるんですよねこういう時って。 予報だったので傘持たずに行ってはいはいはいであの中央線沿いだから途中で中央線に乗り換えるんですけどどうだねはいあの中野までは出れたんだけど中野から先の立川に行く電車が一本も出てないえっ行けないじゃん えでもまあ言うて、あのー、一応人身事故なのかわかんないけど、うん、とりあえずもう電車が止まってるから、うんあのー、そもそももう動いてませんみたいな状態だったから、うん、まあ一旦じゃあ中野で時間潰すかっつって中野ブロードウェイとか見てね、うん、いたんですけど、うん、1>, 1時間ぐらいして動いたっぽいぞっていう情報を手に入れて向かったんですよ。うんうん まあなんかある意味幸先いいなと、うん、こういう無計画な旅にとってこういうハプニングってある意味なんかいいじゃん、ね、あーあーあーそういうアクシデント逆にねそうそうそう始まったぞって感じ,するじ、うん、面白くなるからね。<う>うん、でまた地下はついて中野からあれ3040分ぐらいかかるのかな中央線でね。うん、で行ってでなんか 立川の駅直通のショッピングモールなんかルーミネとかもつながってるところがあってそこの,あのスリーコインズとか入ってるところがあったからそこちょっと見たいなと思ってて入ってったのよ。で途中でその妻が「トイレ行きたい」って言うから「トイレ行っといで」っつって行かせて。その間にあの ソファー、うん、結構ねそのショッピングモールが至るところにソファーがあって、ソファーっていうかなんか座るとこ、お休みどころみたいなところがあって、うんうん、そこに座ってたの。うんうん、A.B.C. マートの前にやっ,、はい、ってたの。うん、そしたらもう俺が座って三十秒ぐらいしてからぐらいかな、もうすぐだよね、うん、本当に。なんかその俺の椅子の方に。 身長百八十ぐらいある男の人が近寄ってきてで「あのすいません」みたいなああちょっとななんんていうの片言そうちょっと片言な感じで話しかけてきたんで「おはよみたいな言って「あの私」みたいな「あのファンケンいます」。フフフンン？ンンンン。ケケケいます。 え、フランケン。フランケンいます。フランケン。うんフランケンって言うんだって。あ、フランケンって言います。あ、はいはいはい。で、多分でも、フランケンって多分相性だから、フランクリンだと思うんだよね。俺の予想ね。あ、ネイティブすぎるってこと。そう。ネイティブっていうか、あの、あ、ははいはい。ベッキーとかって相性じゃん、相性。はいはいはい。みたいな。フランケンって多分、フランクリンのことだと思うんだけど。はい。おお、みたいな。はい、みたいな。うん。なんでしょうか、みたいな感じにした。こっちと。うん。 そしたらそのソファン俺の隣に座ってきて。おお。え？うん。え、あなたは立川の人ですかみたいな。うん。うん。言われて、あ違いますって。うん。今日なんか買い物お買い物に来ててって。うんうんいや私まだそんなに日本語わからない。うん。で結構喋れてんだよ。ああまじでもそうだね今の感じは。これぐらいは喋れて喋る十分喋れてる。そうそう。喋れてるよみたいな。うんうん。言って。うん。で。 わかんないけどちょっとお尋ねしてもいいですか?」みたいな言ってきてんか困ってんのかなと思って「立川の人ですか?」って聞かれたからんかそう道迷ってんのか行きたいとこあるのかなとか思ってんかさもしさ海外から遊びに来てたりしてたらさんかマップの見方とかもわかんなかったりするじゃんだからんか助けてあげようかなみたいな気持ちで話聞いてたの。 あなた、あなたは名前なんですかみたいな。あ、タオですって言ったの。タオみたいな。で、握手求められて。握手して。そうだね。海外の人はね。でかい手と握手して。でかい手とね。したのよ。そしたら、あの、質問いいですか。質問。私は、あ、一年。 日本に来て1年が経ちますみたいな、うん、言ってて、うん、で「日本はどうですか?」って言われて「日本, <laughs> 日本どうですか?」日本どうですか?」なんか道迷ってるとかじゃないのかなって、うん、もしかしてなんか大学生なのかなみたいな留学生とかでなんか大学の<ー>。 なんか論文とかのああ参考材料、ねうん、で質問してんのかなあるよねと思って「<laughs> おい日本いいですよ」みたいな「えあなたはどこの人ですか?」みたいな<う>、うん「どこ住んでますか?」みたいな言われて「あ<ー>まあこっちの方です」みたいなうん、うん、言ったら「わざわざ立川来たんですか?」みたいな。で言われたから。 今日妻と一緒に来ててでんか目隠しでマップバーンって刺したとこがたまたま立川だったから来たんですよみたいなの言ったら「うん」みたいな多分伝わってなくてその日本語がね「何言ってんだこいつ」みたいな「マップをバーンなんだこいつ」みたいになったんだろうで「うん」ってなっててまあいいやと思ってでそしたら向こうがあ また質問いいですかみたいな。うん、ああなたはあのキリスト教についてどう,どういうイメージを持ってますかみたいな<ー>言ってて、うん、でなんかあのいい意味でも悪い意味でもいいです<ー>みたいな感じで、うん、なんかそういうかん、あのー、大学の、うん、なんかそういうテーマなのかな<ー>キリスト教とかがテーマなのかな<ー>って思って。おも 特特に何にに何何ももみたいな、まあ、特に何も思わないですみたいな、ね、思わないなと思ったから「うん、特には」って「うん、何か信,信仰してますか?」みたいな<ー>言われて「いや、うん、何にも別に信仰してないです」って言って、うんああと「あなたの周りにそのキリスト教の人とかっていましたか?」みたいな、うん、言われたから。うん 自分の母親がちっちゃい頃キリスト教系のんか保育園だか幼稚園とか行ってたなっていう記憶があったからそういう話聞いたことあるからその話をした僕の母親なんかそういうとこ行ってたみたいですよみたいな言ったら「そうなんですか」みたいな「えあなたは信仰してないんですか」みたいな言うからなんかちょっと薄々感じてた。 ものはあったんだけど、うん、これもしかして宗教の勧誘かなって、まあでもその切り口だよね、うん、もう確実にね、思ってきたキリスト教の単語からちょっと怪しくなってきてるよね。そうでもまださ、その大学の論文の可能性とかもあるし、うん、まあ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 そうだね、うん、みたいに話してた、うんうんう。でもなんかもしかしたらこれキリスト教系のなんか関有かもしれないみたいな思ったから。うんうんうん その自分の母親が装置系の保育園だかに通ってたよっていうのを言ったら「うんうん、あ,あそうなんですか」みたいな「うんうん、あ,あなた違うんですか」とか言うから、うん、その母親のね、うん、話をしてやろうと思って<ー>、うん、え実はその僕の母親はそれも向こうがさ 片言だからたまにこう分かんなかったりするんだけど「AndmyMother」みたいな「Mother」はそういうとこ行ってたけどそのおばあちゃんグランドマザーグランマグランマが病気しちゃってた「ホスピタルホスピタル」みたいな言っで母親毎日祈ってたと。なんつの ポーズとかして。はい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 。ええ、エブリデイ、エブリデイみたいな。はい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 。やってたけど、治んなかった。で、死んじゃった。すごいじゃん。トーンかる。グランマ大。うん、グランマダイって。ないよ、そんな文章は。ばあちゃん死ぬだよ。お母さん祈ってたけど、おばあちゃん死んじゃったっていう話を。した。その勧誘だと思ったから。ね それをちょっと言ってみようみたいなね<う>、うん、エピソードトークとしてぶち込んでやろう, <laughs> そうそのもし自分がさ今からさその勧誘したい宗教 の話をする前にさそんななんかねもう最悪で一切神通用しないやんみたいな話されたらさどうなんだろうと思って、神はいない話ですよねでもこれ本当だから実はではそう母親もだからそれがあったからそっからもう祈るのやめたっていう話をしてたからそうまあそれをそのまま言ったとね「グランマダイ」「ノーリアル」みたいななんやねんお前さばあちゃんしてお前直訳したら。

あこのそのタイしたらさ戻ってきた俺がさすっげえでかい外国人にさ話しかけられててさ「<laughs> どういうこと?」って「えー?」みたいになるじゃん。ファン笑いで俺の隣に座って「どうしたの?」みたいな、うん、言ったらその海外の人が「うん、ファンケンいます」って、まね、<laughs> <laughs> 最初にね戻りますよだから俺が「フランクリン」<laughs>「あ,もう青春言ってあげたんだうフランクリンだよ」<laughs> 何かしいだろか質問されてんだよねみたいな。でそしたらそのフランクリンがんか「あなたは誰ですか?」みたいな名前言って「おーっつってまた握手してて「今日は立川にわざわざ来たの?」みたいな言われて「ああそうそうそう」みたいな。でなんか もう多分その妻が来た、うん、その待ち合わせが終わったっていうのもあるし <laughs> うー<ん>俺のその「あのグランマー大エピソード」<laughs> 激ヤバエピソード、ねうん、聞いてもうこいつ無理だと思ったんだろうねまあまあ、うん、もうすっごい勢いで家、あのー、事切って、うん、あ私週末に、あのー、教会であ集まって、うん、あなんかあのー。 礼拝みたいなことしてるから「うん、あのインスタグラムやってる」みたいな<ー>やって「あやってるやってる」っつって、うん、見してあげてで「自分こういうアカウントやってるよ」みたいな言、うん、ってであの週末遊んだりもしてるから、うん、あのもし興味あなんか周りにそういうの興味ある人いたら、うん、教えてあげてっつってポストカードみたいな、うん、はいくれて<ー>で,ですぐなんか「センキューセンキュー」ューみたいな。<laughs> 一瞬で終わるるじじゃゃんんん退散すすごいい諦め早だ良かかっっったたと思て助けタイミングね一応ポストカードもらってで一応んかそのインスタフォロー相互フォローに状態になったんだけどその場ですぐブロックして